はじめます。おはようございます。最終日いよいよ全力坂も最終回で。目が開かない人。昨日本番終わった目をどっかに忘れてきましたね。あ、そうなの。じゃあもう一回今日大会会場に取りに行こう目。よし、はい。今日は僕が勝ったら海。オッケー、オッケー。いっちゃんが勝ったら、シティ。シティ。シティ。いや。博物館、ミュージアム。はい。寒いよ。寒い。はい。じゃあもういっちゃん勝ったら一発勝負。最初はグッジャケン、来い。シティかよ。海行きたかったよ。おはようございます。おはようございます。本日最終日、出張メイクアップアーティストのケイスケ小室です。ヘアメイク担当の庄司渡辺です。どうぞよろしくお願いします。今日7時にご予約いただいております。1名様です。はい、はい、7時半までに出発そうなそうなので、ちょっと早めです、ね、そうですね、巻きでお願いします。はい、かしこまりました、はい、お願いします。始めていきます。はい、はい、お疲れ様でした。本当に終わりましたよ。長いようで短かった。あっという間でしたね。はい。本当にまあいろいろドラマがありまして、まあ結果はあの IBTF のホームページの方に載ってますので、概要欄ですね、はい、概要欄の方の URL に載ってますし、あのインスタグラムの方で IBTF の、ね、うん、結構リアルタイムで、リアルタイムで、うん、やってますので、はい、ぜひそちらの方ご覧いただいてください、はい、そしてウルトラガイラブ MVP ですよ、はい、僕はですね、はい、もうあの USA、はい、from USA、はい、アーリードゥーダ、あの正直初めて生で見たんですよね、アーリードゥーダ。でソロの演技見た時にすごい人がいるなと思って。綺麗だよね、うん、めちゃくちゃトワリングも綺麗だし、うん、ボディも綺麗だし顔も綺麗だし、うん、めちゃくちゃ感動して、で1位ですよね。なんだっけ、ソロトワール1位、ソロトワール1位じゃない。アリードゥーダ一緒に撮った写真がこちらです。ピタン、はい、もうとても美しいアリードゥーダさんが僕は MVP なんですけど、はい、コマちゃんが選ぶ MVP、 MVP コマダズ MVP は、はい、では今大会の僕の MVP を発表したいと思います。池田リズム選手です。見ました皆さん、決勝。いやすごかったね。僕もう震えました、痺れました。本当にすごい、超嬉しかった。もうずっと言ってますね、昨日の終わりから。昨日も100回ぐらい聞いてるんですけど、はい、本当に良かった。どうでした本番。楽しかったです。おー、生き生きしてたよね、バトンがね。楽しんでたんだもん。なんかゾーンに入ってるなと思って、もう視界がもうこれしかなくて、もう池田リズムの世界がここで完結してて、すごい集中してるなって。てるし、それぐらい興奮してるんです僕は、うーちゃんの演技に。どうなんですか、もう後半らへんからちょっと意識しちゃってみたいな。ちょっと後半で、あ、まだ落としてないと思って、最後ちょっと緊張しました。いや落とす気しなかったもんね。しなかったね、うん、手に入ってくる入ってくる全部。すごい、ありがとうございました。すごい演技を、ありがとうございます。コマちゃんが3バトンの選手でこんなに言うのは結構初めてかもしれない。初めてですね、全然わかんないんですけど、うん、僕3バトン本当にすごかった、うん、期待ですね、期待の星、3バトンの星です。期待してます。頑張りましょう、頑張ってください。そして素晴らしい演技をありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。僕の MVP、いや、池田リズム選手めっちゃすごかったです。いや、本当にもう宝、本当にね、宝です。日本の宝、世界の宝、はい、いや、本当に素晴らしかった。どっかで見れるかな、映像がね。え、見てほしい、見てほしいね、ちょっとあの神がかった集中力、はい、素晴らしかったです。ダントツの金メダルです。うん、もうよくわかんないけど90点以上出てたんじゃない。俺はもうぶっちぎりで優勝、本当に素晴らしかった。
引き続きちょっと本番後にクロージングセレモニーの後とか、本番後にちょっとインタビューを生の声をね、突撃インタビューを今回させてもらったんで、皆さんありがとうございます、ご協力いただき、あ、ちゃんと許可得てね、はい、させてもらったので、何人かの選手のインタビューがありますのでぜひご覧ください。そして、はい、まあ、そのインタビューの後は、大神コーチ、ああどうした、ちょっともう一本ぐらい撮りたいですね、最終回、はい、最終回大神コーチにじゃあ締めてもらいましょう、この動画をね、はい、はい、まずはこのインタビューをぜひご覧ください。ベビー行こう。林咲菜選手、福崎遥選手、本番終わりました、お疲れ様、お疲れ様、どうしたか、なんかすごい生き生きしてたよね、生き生きしてたね、楽しそうだったよね、めっちゃ良かった、楽しかった、大技がね、グラブが本当に気持ちいい、なんかもうスパーンってね、シュッて入ってくる、本当に2人のこと大好き、緊張したんですか、うん、結構でもなんかファイナル日本の応援がすごかったからまた力になって、はいはい、ありがたかった、引き続きコマちゃんは咲菜選手のファンで、はい、僕のビッグファンだお疲れ様でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、素晴らしいアーティスティックペアを見せてくれたこの2人にお話を聞きたいと思います、はい、お疲れ様でした、めちゃくちゃ良かったよ、ほんまに関東の誇り、関東の誇りいや、マジでめっちゃ良かった、ありがとうございます。入ってくる時どんな感じだったんですか、めっちゃ緊張した感じで、せーの、なんて言ったって、私たちプリキュアギャルマインド、やった、入って、いやもうめちゃくちゃ良かった、なんか落ち着いてたしすごい緊張しました、最初あゆがすごい落ち着いてて良かった、うんうん、お兄はすごく嬉しかったいつものあゆ、バックステージで、ね、緊張したんです、ここ取ってからはもう完璧大丈夫です、いやもうなんか素晴らしかった、語彙力失うぐらいめっちゃ良かった、嬉しいです、終わった瞬間どんな気持ちでした、大好き叫んじゃって、誰が、私がリフト最後される時にジョー君に大好きジョー君に告白した、世界で告白した、告白しちゃいました、ね、でどう答えたんですか、無視です無視、無視、そこは片思い、ちょっと片思いで、熱烈な片思いでいや本当に関東の誇りだし日本の誇りだと思うんで、引き続きなんか頑張ってほしいな、はい、頑張ります、ちょっと次の目標わかんないですけど、はい、頑張ってください、ありがとうございます、本当にお疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、強見かりん選手です、おめでとうございます、2位おめでとうございます、2位ですよね、はい、いかがでしたか、本番を終えて、めっちゃ楽しくて、すごい、そう楽しかった、もう楽しすぎてアップ効果から口角爆上がり、何が起きて口角爆上がり何が起きたんですか、なんかその秘訣みたいな、いやなんか自信がありました、すごい楽しかったです、もう楽しくて仕方ないみたいな、いやそれが演技と結果につながって繋がったんだ、はい、いいな、え、どっか明日は観光とか行くんですか、ロンドン観光行きます、あ、いいですね、いいですね、僕らも追いかけます、はい、なのであのロンドンの情報をインスタに上げてください、わかりました、追いかけていくので、はい、インスタグラマー、はい、インスタグラマーじゃないですあのなんか最後に応援してくださった皆様に一言だけ、皆さんの応援が力になりました、ありがとうございました、真面目か真面目か普通のお疲れ様でした、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、アーティスティックトワール渡辺優雅選手おめでとうございます、ありがとうございました、いや本当すごかった、見れてないんですけどすごかったと思います、どうでしたか本番踊ってみて、あんまり緊張はしてなかったんですけど、すごく楽しく演技できて、うん、よかったです、必殺笑顔は炸裂したんですか、しました、バリバリスマイルを届けて、はい、で1位って呼ばれた時はどんな気分でした、本当にびっくりしました、思わず涙がね、あ、そうなの、うん、見えてないけど、はい、それはなんかこの今までの半年間の苦悩だったりを蘇っての涙だったんですか、そうです、はい、明日はどうするんですか、明日は観光します、ロンドン、ロンドンです、お、どこ行くんですか、ちょっと忘れますまあこれ終わってから決めるって感じですかね、あの僕たちもロンドン行くので1日遅れなんで、はい、ちょっといろいろ教えてください、はい、絶対教えてくれんやで、2日ロンドンで行って帰るんですね、はい、はい、
まあちょっと九州には相方もね待ってると思いますので、また3月向けてお会いできることを楽しみにしてます。最後になんかこう応援してくださった皆様にメッセージみたいなのもらいます。たくさんの応援ありがとうございました。真面目ありがとうございました、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい。こちら僕の推しメン大黒亜美さんです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ツーバトンアダルトで第3位、アーティスティックチームで第2位を獲得されました。ありがとうございます。どうでしたか本番終えて。本番はツーバトンはどうでした。ツーバトンはすごい、あ、すごい結構自信あったんですよ、うん、あ、そうなの。結果とかじゃなくて演技的になんか今日はいけそうっていう感じだったんですけど、うん、まあ、結果的に3本落としてしまいました。でもめっちゃ楽しめましたから良かったです。いいね、まあ、大事ですね一番ね、はい、めちゃくちゃ楽しくて、いい、ね、それが何よりですよ、うん、はい、イエーチームはどうだったんですか。チームはもう実はこのインターに来るまでの日本関西全日本演技披露が2回で4回の本番があったんですけど全部落としてて。アミが、はい、珍しい。でもう超怖くて、そう。でもその最後の演技披露終わってからの練習の通しては1回も落とさずできて、なんか自分の中で何か落とさないでできる何かを見つけてしまって、今日はそれが発揮できました。おお、よかったね、はい、引っ張ってたんじゃないですかねチームを。最年長、はい、最年長ですね。こまちゃんが本番直前に大きい声で応援してたんですけど聞こえました。めっちゃ聞こえました。聞こえたんだ。聞こえました。超嬉しかった。年に数回しかないやつを、うん、このはーいって気持ち心はね、はーい行きますよみたいな気持ちで嬉しい。届いた。力になったんだ。よかった。まあ、最後になんか応援してくださった皆様に一言、うん、応援してくださってありがとうございました。これからも頑張ろうと思います。頑張ってもらえるから。はい。はい。大黒亜美さんでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございました。バイバイ。はい。それでは僕らのアイドルウリュウマハナです。関東のアイドル。お疲れ様でした。そしておめでとうございます。トワールが1位。アーティスティックトワールが2位。うおー。素晴らしい成績でしたが、いかがでしたか。本番を終えて。結構緊張しました。あ、そうなんだ。なんかあんましないって言ってたよ ね、 インタビューで言ってたけど。え、すみません。うん、なんか言ってたよね。おー、でも結構全日本とまた違った雰囲気。そうだ ね、 そうですね。緊張しました。そっか、そう、初舞台だもんね。初世界です、ね、初世界で1位と2位。はい、せこいね。すごいよ。素晴らしい。来年に向けて期待してます。はい、挑戦しますか。来年はワールド。ちょっと考えつつ。やだ。ぜひぜひ考えないでもう決めてほしい。挑戦しなきゃダメよ。そうよ。もう世界にバレたんだから。バレたね。うん、こんなね、お宝がね、眠ってるってことがバレてしまったから、うん、これはちょっと来年挑戦しないといけないと思うんで、すごい期待しております。なんか日本に帰って楽しみみたいなあります？何食べたい？日本に帰ったら。あ、1位だったらお兄ちゃんが。あのホテルニューオータニの食べ放題に連れてってくれるって約束をしてたので楽しみにしてます。じゃあもう今から食べない方がいいよ。もう食べずに、 もう食べずに帰ろう日本に、はい、何にも食べないで帰ろう。よし。ちなみにあの大会中に絶対食べるっていうパンだっけ。なんとかスティック。どうしたんですか。ナイススティックはお母さんがこっちの日本時間に合わせて食べてくれました。お、え、でも素敵だね。素敵だけど持ってかんかった。いや、持ってきました。持ってきた。でも賞味期限が短いんで。そう、ね、こっちでは1個だけ食べました。あ、まあ一応ルーティーンはクリア。はい、ということで、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとう、おめでとうございました。僕ドラえもんです。え、おざみ、おはよう。おはよう。もうこれラーメン食う？うん、ちょっと今日もうこのセットします。せっかくやばい、ごめんね。母ご飯は、母ご飯は
6時半そのままそのまま食べるかもでも風呂入りたいパスタ来る帰ってくるって よいしょおはようございます本日最終日です野上選手頑張ってくださいせーの今日は本当に最高な一日にしようねコーナー頑張れ、うん、いけるよ大丈夫よ揺れますただいまよく頑張ったねみんなねえ本当に尾上先生ありがとうございましたもうみんな金メダルありがとうございました長かったようで短かったような長かったよました、ね、戦いとしては長かったですようんよく頑張りましたみんなキュンですありがとうございます大神先生の今大会の MVP を誰か発表していただけませんかへぇー誰だろう池田リズムちゃん一緒もう池田リズムちゃん大好きですだよねスリーバトやばかったよね決勝もうすごいすごいよあれすごいよあれすごいよすごいよね、うん、あれもちょっと震えたもん今日帰りちょっと喋ってんけど告白したうんしたずっとファンでしたってめでななって私は別にってなんかちょっと微妙な顔されたあじゃあ振られたんだまた来年ちょっとじゃあ告白このおじさん誰かなっていう顔されて悲しかった知られてないんじゃない、うん、だからこの人なんでジャパジャ来てんねやろって思われた感じで見られたそうそうそうまずインスタからフォローしてもらいましょうそのあインスタしてるんですかわかんないですけど、うん、ちょっとじゃあアピールしますはいじゃあ大神さんの恋は破れたということでお帰りください出雲ちゃんすごく良かったですいや本当に良かった、うん、写真も撮ってもらった